このイベントはゴールデンウィークに親子で楽しい思い出を作ってもらおうと毎年開かれているものです。会場には台紙を削ってオリジナルの缶バッジを作るコーナーや、自分で色を塗って作り上げた昆虫がスクリーンに映し出されて対戦ができるコーナーなどが設けられ、子どもたちの笑顔が広がっていました。中でも特に人気を集めたのは科学実験のコーナー。参加した子どもたちは放射と洗濯のりを混ぜ合わせることによって化学反応が起こり、スライムができる仕組みを学んでいました。楽しかったです。子どものためにもなるし、親も見ててすごく楽しいので嬉しいです。明日車に乗って大阪に行きます。たこ焼きを食べたいです。家族の写真撮ったりとか、美味しいもの食べたりとか、ちょっとしばらくできなかったので楽しみたいと思います。県立三重子どもの城の多彩な企画が詰まったこのイベントは、あさってまで開かれています。